皆さんこんにちは、編集担当のアスムです。皆さんはぷよぷよをご存知でしょうか。ぷよぷよはテトリスの登場により空前の落ち物パズルゲームブームとなった1991年にゲーム専門雑誌ファミマガの読者参加型企画ファミマガディスクから生まれた企業とのタイアップゲームとして開発されました。そんなぷよぷよは2021年10月25日で30周年を迎えました。ということで今回のゲームニュースは、元祖ぷよぷよが発売30周年。対戦パズルの定番タイトルとして幅広い層に愛された人気シリーズで、今では e スポーツの競技としても注目を集める。記事はファミ通 .com より引用しています。落ち物パズルの元祖。1991年平成3年10月25日はファミコン、ディスクシステム及び MSX 利用ソフトの初代ぷよぷよが発売された日。本日で発売から30周年という大きな節目を迎えた。ちなみに2月4日はぷよの日として日本記念日協会に認定されている。ぷよぷよは現在セガから発売されているアクションパズルゲームの人気シリーズ、いわゆる落ち物パズルと呼ばれる種類のゲームで、日本ではぷよぷよのほかテトリスが圧倒的な人気と知名度を誇っている。落ち物パズルと聞いたらゲームファンの多くは大抵どちらかの作品あるいは双方の作品を思い浮かべるのではないかな。日本 e スポーツ連合の公認タイトルにもなっていて、多くのプロ選手たちが誕生、競技大会などでたびたび話題になったりすることからも人気の高さがうかがえる。発売から30年経った今でも新作タイトルが結構な頻度で発売されているのだから素晴らしい。ぷよぷよシリーズといえば対戦形式を導入して爆発的な人気を獲得した作品だが、おなじみのシステムは初代作品には存在せず、初登場は1992年10月登場のアーケード版ぷよぷよから。以降メガドライブ、ゲームギア、PC エンジン、パソコンなど当時のあらゆるハードに移植されて大ヒットを記録。スーパーファミコンではスーパーぷよぷよと改題されて発売された。アルルの有名なバヨエンといった連鎖ボイスが追加されたのもこの時からで、ファイヤー、アイスストーム、ダイヤキュート、バヨエン、バヨエンが聞きたくて連鎖を組んでいた人も多かったのではないだろうか。大連鎖を発生させること自体が爽快で達成感のあるものなのは間違いないが、あの連鎖ボイスもなぜだか癖になってしまう。相手から送られるお邪魔ぷよを打ち消す相殺するシステムが導入されたのはぷよぷよ2。前作では割とあっさり勝負が決まってしまっていたが、相殺によって新たなゲーム性が生み出された。以降もぷよぷよ3、ぷよぷよ4、ぷよぷよフィーバーなど新作のたびに新要素が追加されていくことになる。主人公キャラクターはアルレからアミティに、そしてアンドーリンゴへと移り変わりはしたものの、基本的に過去主人公たちも健在。最新作のぷよぷよテトリス2などでも3人の主人公たちがしっかりと共演を果たしている。ぷよぷよテトリス2の話が出たついでに解説するが、ぷよぷよシリーズはテトリスとすでに2回もコラボレーションを果たしていて、その第2弾が2020年12月に発売された。落ち物パズルの双璧をなす2作品がコラボする時代が来るとは、筆者的にはかなりの衝撃だったことを覚えている。ボリュームたっぷりなので今遊ぶならこの作品がおすすめ。以上が記事の内容になります。それではここでネットの反応を見てみましょう。時間が経つのは早いな、歴代キャラみんな出したようなやつ作ってくれないかな。ぷよぷよとか連鎖考えられないから
両端にブワーッと積んで普通に消していき、ラッキーレン様つタイプだった。30周年とはすごい。子供の頃テトリスばかりではなく、プヨもプレイしていたかった。ファイヤー、アイスストーム、ブレインダムド、ジュゲム、バイオエーン。30周年おめでとうございます。小さい頃ワニと遊んでいつもボロ負けしてしまい、悔しくてたくさん練習していました。プヨクエではキキイモラさんと出会えて、マシュー君とも出会えてとっても幸せです。これからのプヨプヨシリーズも楽しみにしております。今日10月25日はプヨプヨが30周年、おめでとうございます。思えばプヨプヨとの初めての出会いは中学生の頃プレイしていたメガドライブ版でした。これからもレッツプヨ地獄。今年ハマったばかりですが、最終的にハマって半年でメガドライブムニを買うまでドハマりしました。本当におめでとうございます。プヨプヨ30周年か。学生時代に DS 発売を楽しみにしたりとか、結構どっぷりハマってたよな。今でも大好き。これからも続いてほしいね。30周年おめでとうございます。ぷよぷよとの出会いはスーパーぷよぷよだったな。友達と集まってプレイしたり、イラストが可愛いから真似して描いたり、良い思い出です。最近30年って言葉がポンポン出てきて恐ろしい。ぷよぷよ30周年おめでとうございます。当時メガドライブはぷよぷよ専用ハードでした。その後ゲームギア買って魔導物語プレイしたり、セガサターンでワクワクぷよぷよダンジョンしたりとコンパイル付けでした。ぷよぷよがもう30周年、ゲームギアのぷよぷよからやり始めて、スーファミのぷよぷよとぷよぷよ2にハマってから、今はぷよクエと全部のシリーズをやってきました。30周年おめでとうございます。以上がネットの反応でした。私は連鎖が苦手なため、ぷよぷよではなくテトリスの方をよくやっていました。連鎖が続いてるのすごいなといつも思いながら、プロのプレイをただただ呆然と見ています。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いします。あゆなのゲーム実況もありますので、そちらもぜひご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。